がっていくステアリングの操作量を見ていただければかなり違うと思います。次はまっすぐ走っているっていう、この実はまっすぐ走っている状態でもですね、人は意識的にあるいは無意識にいろんな路面のアンジュレーションだったり横風だったりですね、修正障害をしています。これが GVC ありではですね、格段にこう少なくなります。左側がステアリングピタッと止まってますね。右側は GVC なしなので路面のアンジュレーションに応じて修正を繰り返します。これが、1時間2時間の長距離ドライブを想定すると非常に GVC ありの効果がイメージできると思います。